あ、こんにちは。今日はカメラの焦点と、今日はちょっと今から近所にあるちょっと、450メートル、まあ大体500メートル近くある山を登っていきたいと思います。ちょっとこれメガネ度が緩いので、ちょっとメガネで落ち着いて帰ってくるんですけど、今からちょっと山登ってきます。今14時34分なんで、とりあえず日が暮れるまでに下山しないと、まずマジで命関わるんで、さっさと行ってきます。ではまた。まあ本日の企画としては、 まあ暇だったので、まあ近所の500メートル級の山に登っ、まあ暇がてら登ってかなこうかなという、まあ企画になります。まあすっごいもう行き当たりばったり、近所の500メートル級の山に登ろうだとかいきなり言い出す自分もやばいと思って、なかなかに発表してもないと思うんですよ。まあこれちょっと、まあよろしく、本日はよろしくお願いします。あ、これちょうどまあ現地に行くまでですね、原付で現地まで行ってます。はい、そうですね。はい、まあ見知らにこんな風に、まあご覧ください。本日なぜこのような企画に移ったかというと、最近動画投稿が滞っているというまあ、ちょっとやることがなかった、動画投稿なくても動画投稿のネタもなくなってきたということもありまして、まあ、とりあえず、あとは日頃の運動不足だったら、まあ、山に登ろうかなとか、450メートルになるか500メートル級になるんですかね、その山に登っていこうという感じで、現地まで、今これ原付で行ってる感じです。まあ、本当に近所の山、市内の近所の山ですね。はい、に行こうかって感じですね。もうこれすぐ着くんで、もう前、目の前に見えてるのも、上の方にちらっと見えたのは、あれが山、あれが、まあすごい目的の山になります。はい、見えますね。ここもうこの地域もちょっともうかなり田舎の地域になるんですけど、愛知県春日井市の構造順に東館って、もう本当にもう田舎になります。まあ、行ったことある方も多いかと思いますけど、少年自然の家という、施設がありまして、そこ宿泊、キャンプとかの宿泊施設では、過去の小学校や中学校で利用した方がいるよとか、利用したよって方もいらっしゃるかと思いますし、そういう施設になります。名古屋からすぐ近いんで、利用した方もいらっしゃるかと思います。名古屋からという感じです。もう目の前に見えるのが山です。ちなみにあっちにも見えるのが山で、あれもう山すっごい削れてるんですよ。山すごい削れてるんですよね。はい、あれ多分もうここの山削って、名古屋の方の、埋め立て地の、土砂を、土砂の採掘というか、そういう場所なのかなっていう、採掘場みたいな、そんなところにはなってるかと思います。僕が高校の時からもう山削り始め、小学校の時かな、中学校の時からもう削り始めて、もうかなり削ってますよ。削ってる、あの頃に比べたらめちゃくちゃ削ってるんで、多分ここの土砂削って、名古屋の方の、埋め立て地作ってるかという感じになりますからね。もうすぐ着いちゃったか、ちょっとしかカットしてないですけど、もうすぐ着きましたけど、ちょっとこう右折してって感じですね。ちょっと現地で右折して、本当着く、すぐ着くんですよ。もう名古屋から中央 JR 中央本線で、の中央沿線沿いの構造寺駅で降りて、最寄り構造ですよ。構造寺沿いで、こんだけ田舎で、田舎が広がってるっていうのは、貴重な場所なのかなとは思いますし、僕自身も住んでて結構、幸福度が高いというか、何て言うんでしょうか、一生ここでいいかなと思うぐらいの、いい場所だと思います。はい、ちょっとこれちょっと指がカメラにかかっちゃって、ちょっと見づらいかと思って、申し訳見づらいかと思います。ちょっと申し訳ないです。ちょっとお察ししますね。もうこれで着くんですよね。自分でもあれこんな早く着いたっけみたいな感じで、ちょっとびっくりはしてるんですけど、つくんですよね。ちょっとこれ指がカメラにかかっちゃって、ちょっともう見づらくて申し訳ないです。ちょっとバイクの臨場感味わうみたいな、ちょっとそういうのを体験していただきたかったんですけど、そういうのはうまくできなくて申し訳なかったです。で、ここを、まっすぐ行きますよ。はい、まっすぐ行ったらもう、これ山の入り口なんですよ。
な早く着くんだと思って、ああじゃあこんなもん、まあ、そのキャンプ場で書いて ある場所ですかね、あこんな早く着くんだったらすぐ早く登れるじゃん、僕も正直舐めてかかってました。これがトイレになります。山登るに当たっても登ったらもう場所内で自然にトイレ済ませてくださいという意味合いのトイレになります、はい、で右が管理棟になるかな。でこういう歩道キャンプ場も、こんな感じになってます。春日井コース案内図、これも後で見せますけど、こうなってます。スクショ通りなり画面提出なりして、見ていただければいいかなと思います。はい、ではこれがこうなってます。これ道津山と読みます。はい、道津山かな、すみません、道津山だと思います。はい、こんな感じになります。でこっちにも確か道あって、ここ中学か高校の時こっち行ったなと思うんですよ。ミロク、これミロクさんと言います。で上り口にこれ管理棟だと思います。でもすっごい田舎の雰囲気というか、もう田舎って発揮して、もう味わえる土地なのかなと思いますし、はい、こんな風に水道があって、ここキャンプ場だと思いますね。ここでキャンプファイヤーとかやる、キャンプなんかやったりとかするんでしょうね。やった方もいら、名古屋に住んでる方はここに来てやった方もいらっしゃるかと思いますよ、中学校の時とか。ちょっと今日持ってきたのはちょっと懐中電灯とか、右懐中電灯、あとトイレットペーパー、ちょっと鼻かむにティッシュみたいな感じ代わりで、これトイレットペーパー、これ電気の代わりです。懐中電灯の代わりです。あ、これ任天堂 3DS です。ちょっと頂上着いたら遊ぼうかと思って持ってきました。ちょっと2台持ってきました。意味が分かりませんね。はい、ちょっとでこれ水用意したんですけど、用意したんですけど飲めばよかったかなって最後後から思ってます。でこれちょっとガムテープ、ちょっと何に使うのか分からないですけど、なんか持ってます。はい、意味分かんないですね。はい、ちなみに任天堂スイッチを持ってきました。ちょっと意味、さらに意味が分かりませんね。もうちょっとこれ山登る格好ではないなと僕のも思ってはいます。はい、では早速山にこれで登っていこうと思います。はい、先ほど最初に僕が喋った通り、日が暮れて真っ暗になっちゃって、下山するときに真っ暗になっちゃうと、もうちょっとこれもう本当に命に関わると思ったんで、ちょっと懐中電灯持ってきたんですけど、ちょっと舐めてかかりすぎかなったかなと思ってます。イノシシ対策の柵を設置しておりますと。はい、大変危険ですので、この柵をきちんと閉めてくださいと、山を登るときはちゃんと閉めてねというものになります。はい、イノシシ対策の柵を設置してます。ミロクさんへの登山、これミロクさんと呼びます。トイレがない、登山口へはトイレがないんで、事前登録済ませてくださいという意味で入り口にトイレが設置してあったという感じで、これはきちんと鍵を閉めましょうという、ちゃんと中入ったら閉めましょう。もうイノシシ出るんで、もうイノシシ出るとか、そういう場所になります、ここは。はい、では山へレッツゴーということで登っていきたいと思います。ちょっとこれ山、ちょっと上登っていくと、登山中はちょっと結構カメラ半分登って最中半分回してる感じでしたね。ちょっとあとちょっとペース配分間違えたっての僕も思ってるんで、ちょっともうパーってかけ、高校の時ちょっと友人と2人で登ったんですよね。部活の自主練、部活自主練って言われたんで、じゃああの山登ってこうかって2人で話し合いになって、じゃあ登ろっかってなってそんな経緯で登ってましたね、高校の時は。すごい懐かしい話ですけども、それ何十年前の話になりますけど、あの時の感覚で僕登ってたんですよね。もうここもかなり駆け足で登ってました。ちょっと日が暮れたらマジ命の危険に関わるんでって思って、かなり飛ばしてましたね、ペース飛ばしてたんで、これがもうちょっと問題だったかなって後々思うんですよね、僕。ちょっとこれ今 IC レコーダーで後付けに、もう画面、録画したが、あ、じゃあどう編集した動画に、後付け、当てレコで、アフレコで、当て付けという感じで、ちょっとこれもう下足場が結構危ないなっていうのは僕思ったんで、登ってる最中、はい、これは危ないかなと思って、これもうちょっと日が暮れたら、結構なかなか命に関わる、なかなかというか、マジで命関わるレベルだなと思ったんで、ちょっと早く下山しなきゃと思ったら、思いました。もうこの時点で風景綺麗かなと思ってますね。はい、景色もいいんじゃないかなとは思ってます。はい、足場結構やばいです。ここはこういうモニュメントなのかな、そういう記念碑なのか、そういうものがあります。はい、でここをずっと歩いていきますね。はい、ちょっ
ちょっと僕ミスって、ちょっとこれもうカメラ登ってる最中はちょっともう、まあまあカメラ回しながら登ってるんですけど、ちょっとどういう格好で登ってんだって話ですけども、結構いろいろ失敗したけど、まだモニュメント出てきましたね。はい、まあこれもモニュメントの一つですね。ここまで登ればもう2割3割3割ぐらい、2割3割は登ってると思うんだけどなって感じですかね。まあ、はい、ちょっと登るときもカメラ、登るときはカメラ半分止めて半分回してみたいな感じで全部回してるわけじゃないです。下山のときはほぼ全部カメラ回してます。はい、ちょっとやっぱ山舐めてかかったかな。いやもう、まあ、なんかもうまあもう暇だったから登ろうかって時点でもうちょっと異常かなと思うんですけど、まあご覧ください。ちょっとここ道分かれ道になってて、あーこれ道間違えたらやばいね、詰むなみたいなものは思ってましたね。ちなみにこれ左行きました。正解でした。ちなみにこれ、はい、これ道間違えたらちょっとまずいことになったから、まあまずいだろうなと思って、まあちょっと日が暮れる前にちょっとまず下山することがまず目標だったんで、とりあえずもうちょっと日をつき、ちょっとこの時点で3時半か4時3時半ぐらいだったんですよね。このうち3時40分ですもん、ここ登ってる最中3時45分ぐらいだったっけな。とりあえずもう日が暮れる前に降りないともうまず死ぬと思ったんで、ちょっとこれはまずいと思った。結構足場もやばいんで、ちょっと足場もゴツゴツしてて岩肌でむき出しみたいな感じなんで、で結構土砂みたいな、結構しっかりした足場じゃなかったんで、これちょっと雨上がりとかに来ると、ちょっと雨降った、まあ、数日も翌日とか来るとまずいなっていうのは僕思ったんで、はい、今景色としてはこんな感じです。まあいい景色なんじゃないですかね、これ。はい、あ僕もこの、まあ、春日井の、まあ、東側の、まあ、ここら辺の景色本当好きです。もう本当に、まあ、地元といって、まあ、地元なんでしょうけど、まあ、地元でいいのかな、まあ、好きです。はい、うん、なかなかまあ歩いてます。ただこれちょっと駆け足でちょっと行ってるんですよね。もうちょっともう早く下山しなきゃな気持ちで、ちょっとペース飛ばしちゃったんですよね。あ、僕それがちょっと失敗だったかなちょっとは思ってます。あと失敗だったと思ってんのは、まあ先ほどまあ見せたと思うけど、見せましたけど、ちょっと登山の格好じゃないなと思って、 Nintendo 3DS2 台とか Nintendo Switch 1台とか絶対いらんよねっていう、思いだけだし、いらんよねって格好です。思いだけでした。聞いて登山してる時重いのにそんなもん絶対いらんよねって感じの登山でした。発揮しってそんなもの必要なかったです。ないですね。あとちょっと水 500ml はちょっと少ないかなと思って、ちょっと、思いました。あと結構気になる、まあ、ここちょっと岩肌出てるんでちょっと危ないですけど、あとちょっと気になったのは、下着っていうかね、 T シャツっていうか、まあ下着ちょっと替えの下着持ってった方がいいかなっていうのは思いました。まあ多分、まあ本格的な登山経験者だったらそんなの当たり前っていうのはなるんですけども、だとは思うんですけど、おそらく、まあ、そういう下着の替えとか持ってるみたいな、そういうのは当たり前みたいな、まあ、夜とか冷えたりだとか、まあ、汗かいたりだとかだとは思うんですけど、まあ、僕はもう本当に舐めてかかってました。舐めてる以外の何者でもないレベルの、もうこんなでもう足場やばいです。もうあこれもう日暮れたらもうあ人生終わるなぐらいのあれでした、ね、もう気持ちでした、ね、ちょっともうとりあえず早く下山しなきゃみたいな気持ちがもう最初でしたね。もうそれもちょっと失敗だ、まあ、そんな時間帯にもう登ろうと思った自分がいけないんですけどね。ちょっとこっち行こうかと思ったんですけど、ちょっと道細すぎだな、これ違うんじゃねってことで、ちょっと右側から行きました。ちょっとこれ下山するときに多分見せるかと思います。はい、まあこれずっと登っていくわけですけれども、これちょっと、まあ、登ってるとき先ほども言いましたけど、ちょっとカメラはまあ半分登ってる、全部回してるわけじゃなくて半分回してるんで、まあ、飛ばしになってます。下山するときはほぼ9割方カメラ回ってます。はい、でまあ、ここにもモニュメントみたいなのがあって、まあ、あれから結構登ったかな、登りました。はい、まあ、こんな感じになってます。ここの右側ですね。ここの右側鉄塔があって、鉄塔あります、見えますかね。あ、その前です。これこちらに装飾が細の15キロ、あこれは 0.5キロ、46分、やめ蜂にスズメバチが目撃されてます。ここスズメバチ出るらしいっす。はい、でまた登ってきますね。あれ、はい、ちょっと鉄塔の話はまた後でします。はい、先ほど出した、はい、
まあ、そこはあそこに看板があるよって話、弥勒山40分で、あ、違う、山40分で頂上着くよって書いてありましたけど、僕高校の時はこっから20分で18分ぐらいで着きましたね、こっから頂上。あ、これもまあいい景色ですね。18分です。これもうちょっと僕もさらに舐めてたっていうのは、高校の時の体力のもん、体力のがあるもんだと思って自分、うん、高をくくってたとか舐めてた部分はある。あ、これ鉄塔になります。ちょっとすいません、ちょっと今、うん、ちょっと別のとこ見てな、すいません。鉄塔になります。あそこに鉄塔が見えたってことは、もうまあ4割方登ってるんじゃないかなって思って、まあ鉄塔見えましたね。高校の時はあそこからもう、うん、本当に景色良くて、もう本当に、うん、高校の時まあ友人と登ったって言いましたけど、登った後も一人で登りに行った、2回登ったな、あの時一人でも登りに行きました。もう楽しかったっす。あれ、この高校の時登ったっけな、友人。多分登ったけどな。うん、とりあえず1回は確実に登ってます。一人では確実に登ってます、高校の時。まあ、とりあえずなんか記念になることなんかやっとこうかなと思って、まあとりあえず登ろうかなみたいなことは思って、で、まだ山登ってるんですけども、この辺りからちょっとだんだんきつく、ちょっと勾配きつくなってきて、確かに、うん、って感じです。だいたい勾配きつくなってくると、だいたいもうこれも山の8割方登ってるんですよね。この勾配登ればもうすぐ頂上みたいな感じだったはずっす、うん、はずですっていうのは、まあ後で説明します。まあだんだん勾配きつくなってくる。ああ確かもう7、8割方登ったんじゃないかな。ああこれこんな感じの綺麗な風景ですね。また登っていきます。はい、とりあえずもう山を登りの山頂まで登るのじゃなくて、とりあえずもう日が暮れる前に下山するぞがちょっと気持ちに先来てたんで、あ、そういう意味でもちょっと山登る目的ではなかったのかな。ちょっとやっぱりもう岩肌やばいんで、ちょっとこの辺りも、はい、ちょっといいんす、山道にしたらちょっと結構危ないなと思ったんで、あ、俺日が暮れた。で、先ほど携帯してた、ちょっともう懐中電灯代わりの、あんなもんつや、あれを懐中電灯代わりにちょっと考えてるのかなりやばいなと思ったの。まあ、あれ第二の鉄塔ですね。じゃあ結構登ったかな。あれ、相当、もうここからこんな景色っす。はい。名古屋は一望できるはずだと思います。1個目見えた鉄塔からはもう、うん、高校の時は名古屋に全部一面バーって見えるんですよ。こんな感じの景色ですね。いい景色だと思います。はい。で、これ、まあ、あれ下山しますね。というのは、うん、下山？あ、もうしてるわ。そうですね、ちょっと今別の作業やりながらやってるのも面白いんですけど、うん、下山します。というのはもう上見た瞬間もうちょっともうここで体力の限界を感じた。まあちょっとめちゃめちゃ疲れたので、ちょっと最近運動してないんで全然、もうめちゃくちゃ疲れたのでもう下山しました。もうほんと8割9割なんで、もうここ登るだけだったんですけど、もうちょっと足もうここ降りる時もちょっと動いてないんですけど、もう膝がくが足がくがくっす。もうだからもう山登るときは気をつけてください。もう 500m だから山だからって、もうそんなもう甘く見ない方がいいんじゃないですかね。はい、まあ、もう降りてます。もう足場ないっす。はい、もう下山するときに関してはもう ほぼカメラ全部回してるんで、はい、もうこの辺りもちょっとただただ山道パーパーって降りていくだけなんで、パーって降りていくみたいな考え方ももうこの時点で危ないと思うんですけど、まあちょっと高校のときはもうそんな感覚でもう山の頂上まで登って降りてきましたよ、高校の時は。なんかもうあの時の感覚で登ってたんで、もうちょっともう自分もめちゃめちゃ疲れた、もうここで疲れた、もう足動かねえみたいな感じもありますし、もう運動してない、まあ、運動日頃の運動不足もありますし、年齢っていうのもありますし、ただ降りるだんだんこのぐらいになってくるともう足も動くようになってきたから、もうさっきに比べたら、うん、さっきマジで足動かなくて、やべ、ここ登るだけなんだけどな、あとここ登るだけで頂上行けるんだけどなって思って、で頂上にまたなんか頂上にもトイレあったような気するけど、頂上まあ行けたんですけども、まあちょっとやっぱまあ自分のまあ身の危険というか、まあ下山できなかったらやばいなみたいなことをまあ思ったり、まあ考えてちょっとまあ下山しました。まあ、また今度チャレンジしようと思ってます。本当になんかまあちょっと悔いが残るというか、まあでもまあ満足はしたかなという感じはありますね。なかなかまあいい自然、いい綺麗な
まあ、周りの景色こんな感じです、はい、下山するにはほぼカメラ 回してたな全部ほぼ9割方回してたな下山するカメラ。だからさっき45分って書いてあったけど別にだってもう高校の時23分で17、8分でつけたらついたけどな。45分って書いてあったけど2回登った高校の時。あとまあ小学校の時かな、小学校の時また宿泊、小学校5年の宿泊学習なのかな、宿泊学習みたいなやつでなんか、まあ、ここら辺確か登ったなってのは覚えてますし、まあ先ほど言ったまあ、部活のまあ自主練で登ったって言ったのも、まあ、まあ友人と2人で登ったって話なんですけど、まあその友人と小学校の時の宿泊学習も一緒だったんですよね小5の時に。まあだからもう本当にもう友人と登ってて、ああそういえばさ小学校5年の時のことを覚えてるって、まあ、僕は言ったんですよね。まあ、あっちはまあ覚えてないけどみたいなこと言ったんですけど、僕あの頃のことで、僕はあの頃のこと思い出してさみたいな感じですっごい思い出高校の時思い出してなんかあの頃思い出、あちょちょあの頃のこと覚えてるみたいな感じで、まあ言いながらまあ2人で持ってました、はい、登って降りてましたね、あの頃懐かしいよねみたいな感じで、うん、思い出して持ってました。ちょっとすいません、ちょっとすいません、ちょっと、申し訳ないです、ちょっとすいません。ちょっと、アラームになっちゃいました、申し訳ないです。ちょっと、アテレコ中にも、ちょっと、なっちゃいました、申し訳ないです。ちょっと、これ、後でカットしよう。すみません、これ、先ほどの鉄塔になります。こっから景色、すっごい良かったんですけどね。まあ、高校の時に、すっごい景色良かった。1回目登った時、すっごい景色良かったとか思ってるんで、ですけど、木が周りにめっちゃ生えてました。2回目なその後もなんか登ったことあるけど、なんかその頃はなんか柵に囲まれてたけど、なんか今はなんか普通に立ち入れましたね、はい、であの柵が見えるってことはもう半分は来てるんで、まあそうですね、あとすいませんね、先ほどまあちょっと自分の携帯のちょっとスマホのまあアラームになったんで、アラームになってしまい申し訳ないです。何の話してたっけ、あそうだ、なんかまあ友人と登って思い出深いみたいな、まあそういうのもありますね、はい。でまああとはまあ帰るだけみたいな感じですか、ね、はい。下山結構長いんで、長く撮ってるんで、ちょっとあとまだ動画22分ですけど回してんの、うん、まあ、まああとはあの降りるだけみたいな感じです。まあ景色見てもらった方がいいのかな、僕が喋らずに。これどうしよう、マジでアラーム入っちゃったまあいいんじゃないですかこれ、はい、もうまあ、まあ、この辺りまでもう降りてくるともう足の疲れ取れて、まあ、あと降りるだけみたいな感じなんですけど、まあ上りであのペースだったら、まあ下山までに真っ暗になること、真っ暗になって自分が死ぬことはまあないだろうなっていうのがまあ分かったんで、まあ足取りも軽やかに、まあそんな感じではありますね、ちょっと、はい、まあ、やっぱ足場がちょっと結構やばいなっていうのは思いましたね、ちょっと足場結構岩むき出しみたいな感じで、まあ雨降ったら結構やば、結構もうぬかるんでて結構やばいだろうな、さらにやばいだろうなと思ったんで、はい、まあそういうのは感じましたね、はい。まあ、結構もう高校の時、まあ、で何の部活、まあ、部活のまあ自主練で何の部活かってテニス部なんですけども、まあ、テニスでなんでこんな山登ってんだって話ですけど、まあ、友達、まあ、楽しそうだからって感覚でまあ登ってました、はい、楽しかったです、はっきりして、はい、あちなみにそれ高校1年の終わりかな、うん、まあ、の最後、まあ、部活だったんですけど、まあの最後の方だったんですけど、もうそれが最後じゃないかな、まあまあ、それを最後に部活やめました、まあ、高校、うちの高校1年まではちょっと部活強制だったんで、まあ、テニス部入ってたって感じなんですけど、まあ、ちょっと今光から出てきたんですけど、まだまだ見ちゃいます、はい、まあ、高校1年の時に、まあ、部活、まあ、やめて、まあ、もうやらね、部活もうやんね、やらねみたいな気分でしたね、はい、まあ、最後に思い出作りということで、まあ、近所の山登るかということで、この山登ってましたね、はい、一人でも登りましたね、春休み一人登ったっけな、結構登ったな、あの頃高1の時、高1の時、もう3回くらい登ったんじゃないかな、
だそんな軽々しく登ってたが今回も軽々しくいけるもんじゃないかと、まあ、これ自然木ですね、はい、軽々しく登ってたったんじゃないですか、軽々しく登れるもんだと思ってたんですけど、そうもいかなかったというのが、まあ、自然の、まあ、怖さというか、まあ、のもありますし、まあ、当時よりちょっと山道が危険になってるっていうのはちょっと 道が荒れてるっていうのはちょっと感じましたね。はい、はい、まあこれまあまあまあここ道が開けてって感じですが、まあこれまああと下山するだけ、下山するときはほぼ全部カメラ回してますね。はい、の登ってるときはもう仕終わりだけなんで、まあそうですね、はい、まあ自然見ていただければいいかと、まあ綺麗ですね。はい、まあこんな道、この道で真っ暗、この道で日が落ちたらまあまあ死ぬだろうなっていうのはまあ想像つくというか、まあ僕もああこの道で真っ暗になったらまあ死ぬんじゃねえかなみたいな思って、まあちょっと今軽々しく話してますけど、ちょっと登ってる最初怖かったんで、もう、うん、まあそのせい、まあそれもあってまあペース配分間違えたってのを思ってますね。もう登る、うん、登山のペース配分もう明らかに登山のペースじゃないだろうぐらいのハイペースで登ってたんで、ちょっともうジョギングペースで登ってたんで、ちょっとそれはちょっと違うなと思って、はい、はい、まあ、僕もちょっともうまあこんな感じで、もうそろそろ下山するんじゃ、あ、俺さっきのあれですね、はい、だからまあ登ってる最中は結構カメラ回してなかったです。もう疲れてたので回す余裕もなかったというか、まあ旗ですから、まあもうイベントみたいなもんすかね、はい、もうこれちょっと結構下山近いんじゃないかな、はい、やっぱ足場がしっかりしないと思ったんで、これ雨上がりに来ちゃいけないなっていうのを思いましたね。またここら辺で、まあ今日は運が良かったですけど、まあここら辺舐めてたのかなと、あ、まあまああとはまあ、高校の部活のまあ自主練がてらみたいな、あんな高校生の時の体力のままだとの感覚で登ろうとしたのが問題だと思いましたね。はい、ちょっとまあこんな風に道が続いています。はい、まあこのように道が続いていると、まあ日差しいいですね。ただこれもう日差しがいい感じで差し込んでるってことはもう日落ちかかってるってことですからね。結構日落ちかかってる。もうだって家出発したのがもうだって3時だった。3、15時と15時ぐらいだったんで、もう。で、山登り始めたんで15時30分、15時40分とかそんなんだった。もうこの時危ない。もう500メートル級の山登り、それ危ないなっていうことは思ってはいましたね。はい。あ、これで下山。これで下山したんじゃないかな、俺。ほとんどカメラ回してたと思うけどな、下山の時とか。まあこんな感じで、まあ、あ、これさっきの分かれ道かな。どこだこれ。これどこだっけ。まあそうですね。まあカス、まあ先ほど言ったように、まあカス外信東側の、まあ。PR というか、まあ、まあ僕が言っていいのか大それたこと言っていいのか分かんないですけど、まあ、PR になればいいのかなとは思ってますし、春日井市のまあはい、あ、これはそこにまあ人なんか建物見えるんで、まあこれ下山完了ですかね。もう下山しました。無事日が暮れる前に下山することができました。まあ、第一目標死なないは達成しました。はい、ただ山登らなかったのは、そこは残念だった。山登りきらなかったのは残念だでしたって感じですかね。はい、うん、というわけで、まあ今回の動画、まあ下山の時はほぼ全部動画回してな、ちょっとこっち左の建物、ちょっと、まあ、ここで下山なんですけどね、もうここにや、まあちょっと左の建物、ちょっと なんだこれと思って、ちょっと登って、まあ、ここにも柵あるんですけど、イノシシ対策の柵ちゃんと閉めて、まあ入って、まあ中入るとこんな感じですかね。はい、まあ広い広場があって、まあ、ありますね。はい、まあ自然いいんじゃないですかね。はい、でまあはい、まあ神社みたいなものがあると、こんなとこにあんのかよとか、なんだこれはみたいな、なんか
まあまあ、お賽銭箱があるので、まあ、10円入れましょうということで入れました。はい、また山登るとき、まあはい、入れるんじゃないかなと思います。まあ、また山の、まあ、もう一回リベンジということで登りたいです。はい、今度はもう完全に山の山頂まで登りたいなと思って、これちょっと さっきの違う箇所からまあ降りてみたいな感じで、ちょっとここでちょっとカメラのちょっとズーム合ってないなっていうのを途中で気づいたね。降りてる途中にあれカメラズーム合ってねえなと思って、どこなんかボタン押しちゃったかなと思って、これ降りたんですけど、ちょっとカメラズーム合ってねえなっていうのを思って、ちょっと近寄りすぎかなっていうのを思ったんで、ちょっとここで撮影やめましたね。はい、まあこれでまあまあまあ入り口の柵ちょっとちゃんときちんと閉めたか確認、まあちゃんと山のルールは守りましょうなのかなですかね。まあはい、ということでまあ入り口のちゃんと柵閉めたかなってことで、まあ閉めたか確認と思います。はい、まあイノシシの他にスズメバチも出るということで、まあスズメバチの季節はまあ危ないかなと思ってます。あ、ちょっと下ちょっと気づいたかったですこれ。はい、柵閉めてなかったというのもちょっと思ってます。スズメバチの季節は危ないと、出る季節は危険かなっていうのは思ってるんで、ちょっとその季節には避けようかと思います。これも山の怖いところですね。はい、まあ、そういうこと気をつけましょうということです。はい、ですかね。あれこれ僕が現地で撮ったコメントで出るかな、現地で撮った、まあこれで山登りきってもうあとは帰るだけです、まあ、本日はお疲れ様でしたということで、はい、まあ、これは管理棟なのかな。はい、これは山になります。結構登った8割方登ったけどな、まあ、あの急勾配に登ればあとすぐ頂上なんですよね確か。これ途中まで登ってちょっと疲れたのと、頂上まで登って下山してたらちょっと日暮れてちょっと命の危険を感じたので、今日ここまでに、今日の 500m 級の山に登るというのはここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。またリベンジというか登りたいと思いますので、どうもどうもよろしくお願いします。今回はちょっと中途半端な形だって、大変申し訳ないでしょう、ありませんでした。ちょっとカメラ中断ってる。あ、では終わりますね。またご視聴の方よろしくお願いします。ではではという僕のコメントでした。まあ次回も登るかもしれない、登る計画があるので、まあ、ここから登って道津山、弥勒山で、この建物、このモニュメントあった、このモニュメントあった、だいたい場所的にこの辺りですかね。この辺りまで登りましたよ。はい、あ、弥勒山の展望台はもう僕どういうものか知ってるんで、はい、まあまあもう高校の時に登って覚えてるんで、はい、まあだいたいこんな感じになってますかね。まあ春日市の左、まあ岐阜との県境にあります。はい、もう非常に山が広がってて、まあ本当にここ名古屋の隣かねって、しかも中央本線沿いの名古屋の隣がやってる場所です。はい、とても田舎ですけど僕は好きです。はい、まあ、まあ一生ここ住むんじゃないかな、まあ、神津ニュータウンで、まあ、僕の住みかなんですけど、はい、まあ、まあ一生住むんじゃないかなと思います。これちょっと ミラー片方ちょっと取れちゃったんですけど、右側にちゃんとミラーで大丈夫です。でこれでまあバイク、まあ、ちょっと帰ろうかなーっていう感じで、まあ、帰りますね。はい、まあこれ、まあ、本日の動画はまあこれで終わりになりますかね。まあ、ちょっとまだ喋ることなかった。あと、それか、そうですね。やっぱ下着ちょっと必要かなと思いますね。ちょっと T シャツとかも。ちょっと汗びしょびしょになってて、またちょっと、まあ、気候があれだと、ちょっとこれ、道間違えますね。ちょっと気候が。気候というか、まあ汗かいて山登るのもやっぱまずい。登山経験者ならそういうことも思ってるらしいと思います。登山じゃなくても、もう部活の練習環境で登ってたんで、高校の時の体力で登ってたんで、かなり伸びてます。もうこれ、原付かっ飛ばして、まあ、あと家帰るだけです。家帰るだけです。ここからまあ5分、7、8分にすりゃ家着くレベルですね。はい、まあ、そのぐらいの田舎の土地になります。はい、僕は好きです。はい、まあ、これが今回のテレビの山になります。はい、まあ、この山が広がって、あのピョコッと出て山のちょうどあの勾配強くなってるあそこの部分ですかね、に見えたかった、あそこだと思います。あそこの途中らへんだと思います。今回挫折した、まあ挫折になりますというわけです。
本日の方は動画の視聴ありがとうございました。また何か投稿、ちょっと今回結構いろいろ投稿サボってたんで、まあ、今回の動画はこれで終わらせたい、終わりの方向とさせていただいて、ご視聴の方ありがとうございました。ではでは終わります。こんな感じの山です。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。